電話に接続しました。よっよっ危な、とうとうなん、とうなんと間違えられる。ちゃんと働いてますね。働いてるけど意味のない、意味のない感じを。よいしょよいしょ。はい、ホテルアルファワンを出発です。出発です。昨日はそう、どうだった？あのオフロードは初、オフロード楽しかったですね。なんか結構コースも走りやすかったし、初めてでも安心してまだ走れた。そうだよね、あそこ走りやすいよね。まあ、全然ドロドロとかじゃなかったですもんね。うん、三好駅から今日2日目が出発です。出発です。挨拶しとくか。お願いします。おはようございます、こんにちは、こんばんは、マメッチャンネルでございます。夜も楽しめましたね。あ、夜楽しかったね。やばい、マジで暑い、泊まるとやばい。私もこれで一日やるのかと思うと、なんかげんなりしてきた。いや、そもそも私昨日の朝起きるまであんなに雨降ってると思ってなかったので。私もでも人数少なかったし、天気は良かったし、路面も良かったけ、本当良かった。デビューにはもってこいのあれでした。うん、すごい良かったと思う、あれは。あ、なんかいる、バイク発見。今日ですね、三好自動車学校さんはご好意でお借りしておりますので、汚さず、壊さず、ご使用の方をお願いします。で、走行する際の注意なんですけれど、必ずゼッケンを着用し、ヘルメットをかぶり、あぐひもを締めると。で、長袖、長ズボンは当然なんですけれど、それではですね、まずはバイク、コースの方慣れるために完熟走行っていうんですが、みんなで連なって、ゼッケン番号は関係ありませんので、連なってバイクでぐる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 ちょっと回って、この周りをちょっと様子を見ていきます。で、今、完熟走行の方を行ってます。今日はね、こちら、三好自動車学校の方で、SRA さん主催の安全運転講習会、こちらに参加しております。どうですかね？これはね、今、完熟走行なので、パイロのね、コースは、今、全く走ってない状況です。ただ、ぐるぐる回ってるだけなんですけどね。これでも結構、技術必要ですよ。女性の方が、1、2、3、4、5、6人。なかなかね、女性の方がこう参加されるっていうのは少ないみたいなんですけど、安全技術向上という、こういった機会がね、重要なので、ぜひ、ともとも参加していただき。お、こういう形で3台に並んで、今からブレーキングの練習をしていきます。じゃあ、時速50キロで、私が手を下ろしたらブレーキング。はい、これから急制度の練習。はい、頑張れよ。よし、私。かかった、止まらかった。まずちゃんと止まる。はい。肩に力が入ってます。もうちょっと下半身をギュッとすれば上半身が楽になるので、あんまりこうやったら逆に腕を持っててつるんと滑りますよ。あ、はい、ありがとうございます。当たり前なんです。普通時速50キロでブレーキングすることって
まあ、自動車学校でもやったし、普段、街乗りですね、あ、信号があったって思ったら、信号で止まるときって皆さん普通にブレーキをかけてるんですけど、目的、あそこにですね、緑色のパイロンがあって、あっからブレーキをかけるっていうのはやっぱり自分がここからブレーキをかけるんだ、積極的に自分がバイクに働きかけるということをまずしてもらいます。たはあれ、できた当たり前、ではあります。ただし、中にはですね、リアタイヤがロックした、まあ、そういう場合もですね、やっぱり上手にこうクリアしないとそのままこけちゃったりとか、肩に力が入ってたらそのままひねって前から滑ったりとか、ただ単にまっすぐ走っているだけ、でもですね、やっぱりそこのあたりはですね、慣れと経験と、が必要となってきます。練習をちょっとずつしてみましょう。何の説明もせずですね、このコースを走ってくださいっていうことで走ってきましたが、初めは皆さんもここからびっくりだったでしょうけど、だいぶ何周かすると慣れてきたんじゃないかなと思ってます。こういうコースのいいところっていうのはやっぱり何回も走ればですね、あそこはこうすればいいとか言って傾向と対策が取ることができるんですね。まず皆さん方ですね、自分で気づいてほしいというのがあって、走らせました。二手に分かれて、今度はちょっとレッスンっぽいことを私の方でさせてもらおうのと、まあ、今のコースを自由に走る方、どっちかっていうことを選んでいただければ。すごいね、暑さで結構やられるね。よっしょ。ということでね、これちょっと頑張って、午後の部も。やっていくよ。お、おい。
お疲れ。マメさんは、はい、今日一日走ってどんな感じでした？なんかやっぱどんどん感覚が研ぎ澄まされてた感じでしたか？もうあのね、本当にね、やっと電車だから。めっちゃ速い人って言ったじゃないですか。あの人たちは完全にもう、あ、やってる人だな。やってる人だったね。いや、まあ誰から見てもわかる。マメさんなんか。みたいな感じの。そんなもん、そんなもん。なんか、あれ？ピラミッドの乗り方がすごい綺麗だった。いやでも楽しかったですね。なんか、ビートラだから、まあ、最悪倒してもいいかなって、まだ、思えるというか。ああ、確かに。でも、シビアルはマジで倒したくなさすぎて。ああ、私も、ケガは絶対辛い。楽しかった。楽しかったよ。いやーもう本当満足の2日間だった私。ああ楽しかった。